はい、須佐神社の真向かいにアマテラス社がありますね。アマテラス大神ということで、須佐が弟、こちらは姉っていう形ですけども、まあ、とある事件であまりちょっと仲が良くないということになっている須佐のものとアマテラス大神ですけども、まあ、行き違いもいろいろあったんでしょうね。これはなかなか立派な狛犬さんですね。多分後でできたんでしょうね。こちらの何か農家の方が野菜を作られてですね。若干のどかな感じがとてもいいですね。アマテラス社の方がなんかひっそりとしているけれどもいい感じがしますね。こちらは奉納の、あ、奉納されたものですね。少し小さいですけれども姉の神社の方が何ていうか立派なように見えるんですけど、大きさとかじゃなくて何ていうんですかね、神々しい感じがしますね。多少はなんか流動かなんかなってね、ただ沢が流れてますね。ちょっとどっか遊歩道を断定するみたいです。まだちょっと買うには早いかな。5月連休前ですけど、連休前っていうか1日前ですけど、まだちょっと買うには早いです。私が住んでる諏訪地域の買うにはねちょっと遅いんですけど、ここも若干遅いんですね。ちょっとね、他の地域だともう始まるんですけど、アマテラスします。